皆さんこんばんは、あやさんです。皆さんこんばんは、ちょうさんです。よっちょほーびーチャンネルです。よろしくお願いします。今回ポケモンの話題ちょっと取り上げたいと思います。はいはい。今回ちょっと紹介しようと思う商品はこちら。はい、モンコレモンスターコレクションエクストラ、例えばモンコレのシリーズのこちら、ホウオウにやっております。はい、まあ、君に決めたバージョンということで、まあ、それの、まあ、ホウオウモンコレですよね。こちら出ております。どうですか、ホウオウって僕ら結構世代で思い出あるんじゃないかな。まあそうですね、はい、第1話に出たでしょ、アニメーション。そうですね、アニメーションの第1話に出たのがホウオウですね。はい、君に決めたバージョンってことは劇場版。そういうことですね。劇場版で君に決めたっていう映画が、まあ、あったんですけども、まあ、それのバージョンの方法になります。ちょっとこの全体的にやっぱ金色がかったような感じになってるんですよね。色味がねすごく本当に金、光沢がすごくあって金なんですよね。結構かっこいいですよね。モンコレ長いよね、シリーズ。そう、たくさん出てますね、モンコレは。まあ、ホウオウね、はいはい、まあ、ホウオウということで、まあ、思い出深いなのかなと。でも、ホウオウといえばやっぱりポケモンの金、銀、うん、そうですね、ですね、元々は金と銀がありまして、で、僕はですね、当時、まあ、小学校の時だったんですけども、はい、金色が大好きだったんですよ。うん、なんで金版を買いました。ああ、そうですね。うちは兄貴が金で、俺銀、はい、ああ、なるほど、兄弟で、金と銀で、そのこういうホウオウとかルニアにもゲットできるレベルが違うんですよ。ああ、そう、あ、懐かしいな、はい、そうやったな。で、金版を買うとホウオウが聖なる炎を覚えることができて、はい、で、ルニアはエアロブラストを覚えることができないんですよ。そうなんだ。要は一番の奥義みたいなやつが使えるか使えないかっていうのがあって、銀版だとルニアがエアロブラストを使えるんですけども、ホウオウの聖なる炎は使えないと。そういう違いがあるんで。白も、あ、そうですか。で、結構やっぱり銀版が人気だったんですよね。あ、そう。あの、映画のルギア爆誕がちょうどあった時期ではあったので、銀版がやっぱり人気があったりとか、まあ、買う時にね、その技が使える使えないで選んでる人はあんまりいなかったと思う、小学校当時は。そうね、今だったらね、もうポケモンの対戦でガチでやる方もいらっしゃいますし、その辺は気にする人も多いのかなと思いますけど、当時はそんなにね、今みたいにネット通信とかもなかったですから、まあ、だからルギアが好きっていう理由で銀版を買う方がやっぱり多かったようなイメージがあります。未だにね、ホウオウとかでもね、あのポケモンのレーティングとか、レーティングは使えないんですけど、フリーをね、フリーの方ではデスとかも使えますから、まあ、使う方とか、うん、で、ポケモンセンターでね、あのお祝いっていう技が使えるあのホウオウがね、配布されたりとか、Z 技で Z お祝いをやるみたいな、ね、そんなので、なんかネタでやってね、っていうのもあったりとか、お祝いってことおめでとうっていうだけの技なんですよ。あ、そう。Z 技じゃない、本当にあのあんまり何かっていうのはないんですけど、それ遊び心がね。だから、まあ、その対戦の時に相手が守るっていう技を使ってくるじゃないですか。じゃあこっち攻撃しても意味ないでしょ。その守るを使うタイミングを見計らってお祝いを使うっていうちょっとかっこよさ。ああ賞賛を送るんですね。そうなるほど。だから相手に攻撃されるわけでもなければ攻撃しても意味ないですから、そこでお祝いを使うみたいな、そういうネタとかもね、まあったりとかしますし、すごい、うん。でモンコレっては本当にたくさん種類が出ているんですよね。で今もどんどん種類が増えていって、で今モンコレキャッチャーとかね、モンコレをキャッチャーするようなね、おもちゃもね出てたりとか、すごくいろんなものに派生はされてるんですけども、うん、結構このモンコレに関しては大きいですよね。エクストラなんで、でかい、サイズがすごい大きいやつになります。だから大きいとモンコレキャッチャーで使えなかったりするやつもあるので。ああそうね、確かにね、穴に入んない部分があるので、まあ、そういった部分を改善したような商品もね、まあ、出てくるという話はちょっとお聞きはしてますけども、うんうん、まあ、それも楽しみになるかなと思ってますけどもね、はいはい、まあホウオウだけじゃなくてね、ルギアのモンコレもありますから、うん、そちらも合わせてね、で他のね、あの他のホウオウとかルギア以外もね、たくさんのポケモンのモンコレっていうのは実際高畑さんとか発売されてますから、はい、そちらも合わせてチェックしてみてほしいなというふうに思います、はい、では本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画気に入ってくださった方はぜひグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルは Twitter も配信しております。皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。